いつものように、北側から映します。ここは今日はこれは大峰分岐方向ですね。今登山者が一人歩いてきます。これがトイレですね。それから避難小屋、岩木さん。今日ははっきり見えます。最高です。それから雲海の上に八甲田山、それから尖った山がオップ、それから田代岳、ずっと来まして、こちらがたポコッと見えるのが岩手山、八幡、その手前が下にあるのが八幡平、それから、森吉山、そういうのが映っております。それからこう来て、今日は鳥海山が見えます。最高です。鳥海山、寒風、男鹿半島の寒風山、それから毛なし山が見えます。あとはざっと来て能代を過ぎて海の西側ですね、西側になります。ここが白髪岳の頂上です。ちょっと西側は海です。海ですって、その笹山でちょっと遮られております。一等三角点、私の影が映っております。こちらが岩崎方面です。それで今来た大峰分岐の方角の北側になります。いや、今日は最高です。ありがとうございます。